はい、私も、ラブフリスの真似をしてですね、まずは録画ボタンを押すと。はい。で、ご質問ありがとうございます。ペックワールド様ですかね。最近のラブフリの高い、高評価率の分析をお願いします。私、ラブフリ氏のビデオを見るようになって、1年と半分ぐらいしか経ってないので、なんかトルコリラ、なんか、ラブジさんのビデオ、そのトルコリラの時代のことは私知らないんですよ。で、ですね、私が知ってるのは、パラリーガルになる前、警備員とか、その辺ですね。で、まあ、私個人は、その暗い話が結構好きで、なんかそう、暗い音楽流れながら、なんかこう、絶望についてとか、そういうの好きで、聞き始めたんですね。で、なぜ最近、こういうふうになっているのかっていうの、なんでしょうね、頑張ればとか、工夫すれば、なんか、雰囲気イケメンになれるとか、吉祥寺でしたっけ？おしゃれなとこの美容院に行けとか、あとは男でもちょっとメイクをしてみるとか、なんでしょうね。で、あとで、そういう外見的なこと、外見的なこともそうですけども、あと、いつまで、底辺仕事で、なんだっけ、満足じゃなくて、満足もあるけれども、そういう人ところにいるっていう、そういう快楽にいつまでいるつもりなんだって、そういうビデオありましたね。あとは、いつまで消耗してるのっていう。でもそれってそんな簡単に変えれるものじゃないと思うんですよ。外見にしても、その仕事とか、それた例えば200年とか300年とか、それ以上前とか、そんなんだったら、例えばですよ、アニメであった、三銃士、ダルタニアとか出てくる、ああいうのみたいに、俺、手柄を立てて、誰々に認めてもらって出世するんだとか、でも、そういうことを今の時代にやったら、なんかこう、今の時代って、良かれと思ってやったことは、なんか必ず怒られたり、なんやりする。なので、そんなクリエイティビティを発揮してとか、したところで、なんかこの、なんでしょう、格差の、階層間の移動っていうんですかね、それできないようになってると思うんですよね。そもそも、お受験なんかも、結局、優秀な家系に生まれたお金持ちの人でないと、結果が出せないようになってると思うんですよ。いや、でも、年収200万の親からでも、東大に行った人はいるとか、でもそれって、なんですかね。200万だか300万だか、わかんないですけども、でもそれって本当にそうや自己申告なんですかね、そういう親の、収入とかそういうので、ちょっと5分以内にちょっとまとめようと思ったんだけど、ちょっと非現実的なところがありすぎるからじゃないですかね。その去年だか、もう一昨年近くかもしれないんですけども、男たちはオナニーをするなとか、それをなんかユーチューバーの言うことを真に受けたりする人いるかもしれないじゃないですか。その中学生とか高校生で、私、男兄弟いないから想像でものを言うんですけども、なんかこのオナニーとかって、それって例えば、例えば女性でですよ、その
トイレに近い、トイレが近い女の子に対してトイレ我慢しろって言ってるのと同じなんじゃないかなとか思うんですよね。まあちょっとそういう非現実的っていうか、そんな簡単に言うなみたいなことを言ってるのが原因かなって思いますね。はい、でこれが私の短い方の、ビデオです。ちょっとこれから長いビデオも撮りますね。はい。